It's I! 今日は日頃のお子さんとの会話でもよく使うお腹の英語の言い方とそれを使った簡単なフレーズをいくつか紹介します。英語でお腹は3つ覚えておけば大丈夫です。 Tummy, Belly, Stomach、 この3つだけど、ちょっと意味が違ったり場面によってはこっちじゃなくてこっちを使うよっていうのがあるので、今日はその辺の違いと使い方をフレーズと一緒に紹介します。まず最初にタミー、これは子供が特に小さいお子さんが使える可愛い言い方です。なのでお家での英語での声かけでもよく使えます。で、場所としては腹部全体を指す少し曖昧な言葉です。では今からいくつかフレーズを紹介するので声に出して真似して言ってください。お腹痛いよ。 My tummy hurts。 そして続いて、これは最近の私ですけど、ちょっとお腹太っちゃった。 I got a bit of tummy ってね、可愛く言ったらちょっとは減らんやっか。では続いて、おいしいの yummy とこの tummy を合わせて使ってすっごくおいしいっていう可愛い言い方があります。これはネイティブの子供がよく使う言い方で、あの魔法のようなね、リズムのいい言葉なのでぜひ覚えてください。いきます。 Yummy yummy in my tummy ね、すごい可愛いですよね。続いて Belly、 これは皆さんもベリーダンスで馴染みのある言葉だと思うんですけど、 Tummy と同じで腹部全体を指す少し曖昧な言葉です。で、この言葉はよく下腹部の脂肪を表すときに使われる言葉です。ではフレーズいきます。お腹見せて。 Show me your belly。 でもしね、パパがビールっ腹だったら Look at his beer belly。 パパーボヨ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 。最後に Stomach、 これはタミーやベリーと違って腹部というより胃を指すことが多いです。それではフレーズいきます。お腹痛いよ。 My stomach hurts。 I have a stomachache。 続いて、子供ってね、よくご飯いっぱい食べてお腹いっぱいになって、でももう遊びたいからね、すぐ走り出すなんてこともねあると思うんですけど、そんな時に使えるフレーズ、満腹の時に走らないで。 Don't run on a full stomach。イエーイ、皆さんこれでお腹英語マスターしましたね。お、何やらまたズーキーがやってる。 Hi Zuki, I want fat. Look at my tummy. Oh really? Oh, but I got a bit of a belly too. Oh really? Oh, do you have a stomachache? Oh no. Do you? Yes. Oh, but look Zuki, something's moving in your stomach. What did you eat?Oh, Suki, you ate Olaf. Oh, I'm sorry, Olaf. はぁ、ズーキー本当に食いしん坊。ということで、今回はお子さんへの英語の声かけ場面でよく使えるお腹の英語の言葉とフレーズをいくつか紹介しました。ちょっとでも役に立ったよっていう方、ぜひいいねをお願いします。そしてこれからもお子さんへの英語の声かけフレーズたくさん紹介していくので、まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。 Alright, thank you for watching. See you next time. Bye bye.